暗闇坂の人食いの木、インパクト大のタイトル。著者は島田総司先生。暗闇坂の上に立つ館の屋根にまたがって死亡している被害者、おどろおどろしい噂や事件が絶えない樹齢2000年のオークス。そのまがまがしいオーラを放つ大木はこの物語の要。最高です。この本の厚みは3センチあるんです。3センチって言ったらかなり分厚い方なのですが、それでも不思議と全く長いと感じません。どんどん出てくる恐怖と面白いエピソード、そして最後にぶち当たってくる最大級の恐怖に、もう最小級の幸せを感じる。主人公は御手洗清。彼はこのアクロバティックな謎をどう解いていくのか。おすすめ。